赤味噌、2024年のプロ野球球団のスローガンにたまげる、阪神、AR イーゴーゾーン、広島、社、横浜進化、巨人、新風、ジャイアンツチャレンジ、中日、悠々突進、オリゴー、福岡、ビバ、楽天、いただき、西武、やるしかない、ハム、大公開、めっちゃ個性が強い、残りヤクルトとロッテか、野球ファン歴1年未満の Y、文化祭のノリみたいなスローガンで滑ってるけど、野球ファンにはこれがウケるのか？まあ、去年を含めた他のチームのスローガンを全然知らんわけだが、ARE がシーズンから文化から2023年を席巻してしまった結果、2匹目の土壌を狙いに行くチームが爆増したのか？阪神、まあ ARE で優勝したしね。広島、シャってなんだよ、シャって。シャって相対的に見ればまともな部類なのでは。発表された時、シャってなんやそれ。って思ったけど他と対比してみたら謎にまともに見えてくるな。横浜ちょっとダサい。去年の横浜挑戦の方がかっこいい気がするな。こう見るとジャイアンツは紳士だなとは思う。中日ちゃんと突進してね。ロードプービクトリーが一番良かったな。もうヤクルトがヤクルト戦の力とともにとかにしないと浮かないレベルで周りが強い。やっぱりオリフォーが強すぎる。オリフォーがあるから相当なものを出さない限り他の球団は一番ダサくはならないの本当草生える。オリックスこれ煽ってるって見られてもおかしくないやつやな。ビバかっこいいで。世代バレるけど楽天のスローガン、いただきます。ご飯でマルッチュ。が脳内再生されてんの Y だけ？ライオンズのスローガンあまり評価できなかったが、他のチームも似たようなものだな。日ハムのスローガン、成績が成績なら違う感じ当てられていじられそうやな。シーズン終わった時に日ハムが大公開してないことを望むわ。ロッテちゃんは空気読まずに真面目なスローガン出すよ。多分、知らんけど。大喜利揃いのパリーグの鳥をさせられるロッテさんかわいそう。パリーグ浸透。チーム内の意識統一とかじゃなくて、対外的なプロモーション要素のが大きいよな。